毛島葵は日本の女性歌手。本名同じ。ランデブー所属。福岡県春日市出身。福岡市在住。身長174センチメートル。幼い頃から両親の影響で古いミュージカル映画に親しみ、趣味は映画鑑賞である。特に好きな映画として挙げているのはオズの魔法使い、秘密の花園、昇降師、ティファニーで朝食をと。 ミュージカル映画では、パリの恋人や、メリー・ポピンズを数えられないほど何度も見たと述べている。またスタジオジブリ作品では、紅の豚がお気に入りであると公言している。両親が洋楽好きだったこともあり、ルイ・アームストロングや、エラ・フィッツ・ジェラルド、ビリー・ホリディなどのジャズシンガーが好きで、特に中学時代に聴いたルイ・アームストロングの、ムーン・リバーに衝撃を受けて、ジャズが好きになった。 そうやって日頃から慣れ親しんできた映画音楽やジャズが彼女の音楽のルーツとなった。自身の性格として頑固で気が強いと自己分析しており映画ゲド戦記にて自身が声を当て立てるにも頑固者なところや負けず嫌いなところなど似ている部分はあると答えている。またカメラが苦手である旨を語っている。中学生の頃対人関係の問題から 投稿拒否に近い状態になった。その時に心の支えとなったのがベッドミドラーのザ・ローズでありアマチュア時代からライブでカバーしている。このカバーの音源がデビューのきっかけとなる。中学を卒業後音楽の技術を身につけながら高校や短大の卒業資格を取得できる福岡の C&S 音楽学院に入学して本格的に歌を学び始めアマチュアで 音楽活動を開始する。2003年、福岡で行われた、ヤマハ音楽振興会主催の、ティーンズ・ミュージックフェスティバルが共賛するイベント、ディーバに出場。2004年にも前年に引き続き、ディーバに出場する。2005年3月に、韓国で行われた、イベント、日韓スローミュージックの世界に出演。このイベントがきっかけで、後日、ヤマハの関係者から、 スタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーにデモ CD が手渡された。これに収録されたザ・ローズのカバーに惚れ込んだ鈴木プロデューサーのすすめでデモを聞いた宮崎五郎監督も彼女の歌を気に入り、当時まだ無名の新人ながらジブリ映画ゲド戦記のテーマソングを歌う歌手に抜擢される。また映画のテーマソングだけでなくヒロインテリュー役の声優も務めることになった。 2006年6月7日、映画挿入歌として映画公開に先駆けて発売されたシングル、テルーの歌でメジャーデビューを果たす。この CD は織り込んで初登場5位を記録。出荷枚数は約30万枚。音楽配信での楽曲ダウンロード件数は当時のスタジオジブリシリーズの主題歌で最大の約65万件を記録。2012年9月30日。 福岡県春日市より市民文化賞を授与された。嘘雪の降る街をルリー色の地球卒業写真優しさに包まれたなら、バードランドの子守唄歌バードランドの子守歌メロディーズオブライフ風の谷のナウシカを主にレギュラー出演、特集の組まれた番組及び主要な出演のみ記載とする。ありがとうございます。